Amazon で買った格安のバッテリーが先ほど佐川急便で送られてきて届きました。お値段は送料とも8000円程度の安いバッテリーです。ただ安いと言っても一応日本メーカーが国外生産をしているものなので、ある程度の信頼性はあると思います。韓国産、中国産であればもっと安く5、6000円のものがゴロゴロしておりますけれども、一応信頼性ということでこの製品を選んでみました。運送業者は佐川急便でしたが、特に梱包などもされている様子もなく、このままの状態で送られてきました。上に持ち手がついてまして、ここで下げれるようになっていますが、結構重たいです。値段が8000円と格安でしたが、なんとおまけでこのようなものがバッテリーの後ろにテープで貼り付けられていました。メモリーバックアップといいまして、この中に乾電池を入れて、それぞれの端子にクリップでつないでおきますと、バッテリーを交換している間に、普通ですと電源がなくなることによって電子機器が初期化されるのですが、この電池によって初期化を防ぐことができます。例えば時計とか、その他音楽の設定とか、場合によっては波などの設定などですね。これを使いますと、それが初期化されることを防げます。まずは開いてみます。よいしょ。簡単に上が開くようになってますね。よいしょ。どっこいしょ。取り出します。よっ。重たい。ありがたいことに、今のやつはこのように安全キャップがついてますので楽ですね。それではやってみます。